サムライ塾のことです。今日はですね、久慈浜海岸に来ました。はい、ただちょっと雨なんですね。こんな感じでね、ちょっと今日は天気が悪いです。はい、ではね、お話をねしていきますけど、久しぶりですね、久慈浜海岸シリーズもそうですけどね、動画をね上げるのがなんか久しぶりな感じがしますね。うん、で、今日ですね、実は僕10月はずっともう、いわゆる働きっぱなしっていう状態でね、予習であったり、講義であったりということでね、ほぼ毎日ずっと働いてきたんですけどね、昨日からね、昨日、今日と明日ですね、ちょっとお休みをいただきましてね、いただきてというか、ちょっと講義の予定は入れないようにしましてね、でちょっとこの3日間はね、自分との対話の時間にね、費やしていくんですね。うん、でこのね、自分との対話というのをですね、しないとね、なんていうのかな、方向性であったりね、自分の人生の、軸であったりですね、そういったものがですね、ちょっと、ブレてしまうんですね。うん、でもちろんブレる時いっぱいあるんですけどね、でもそのブレてもね、真ん中のところにね、ちゃんとこう戻ってくれるみたいなね、そういった軸ですよね。それが人生にとってはすごく大事だと僕は思ってますからね。でその時間をね、作っとこうということでね、特にずっとね、9月の終わりぐらいからね、ダダダとね、ちょっとお仕事が入ってきましたね。で、ほぼ、なんつうのかな、休みというか、僕の場合自営業者なんでね、仕事自体は別に休みと思ってないんですけど、仕事と思ってないんですけど、仕事自体はすごく楽しんでやってますしね、すごく幸せな時間であるんで、僕の中では仕事をやってる時は、ほぼ、そうですね、一番幸せな時間なんで、そういった意味ではね、特に仕事だから疲れたみたいな時に体力的なところはありますけど、精神的なところはないんですけどね。ただね、やっぱ緊張感が出てきますからね、仕事ってなるとね、講義ってなりますよね。そういった中でね、やっぱ自分を振り返るっていうね、時間はなかなかね、取れなかった状態ですからね。したがってね、ちょっと少しね、講座を入れるのをストップしてね、3日間ねストップして、ちょっと自分との対話のね、方を優先しようと思いましてね、この3日間はね、講座は入れずにですね、やっておりますね。もう一つの理由もあるんですけどね、うちのね母親はね、ブティックをやってるんですけど、たまにね、年に4回ぐらい、やるときあるんですけど、ね、その時間はね、教室で、後ろ教室でね、やるときもあるんで、昨日と今日なんですけどね、の時間はね、ちょっと講座は入れないでくれっていうふうにね、言われましたんでね、それでちょっと予定を組んだりして、たのもあるんですけど、ね、でもね、それも、含めた中でね、3日間ぐらいね、ちょっとじっくりと自分との対話ですよね、これをする時間をですね、ちょっと取ろうと思ってね、今回はね、今3連休の、3連休ですか、僕の中の3連休ですけど、3連休の中日ということでね、今日は2日目を、満喫しておりますね。やっぱりね、自分との対話をね、していきますとね、すごくなんていうんですかね、普段のね、修正をね、軸の修正ですよね、ブレ取った場合のね、軸の修正であったり、はたまたね、ちょっと新しいアイデアね、これが浮かんだりするですね、そういったきっかけになるんですよね、自分との対話をやるとね。ということでね、この3日間はそういった形で使っておりますね。本当にね、この自営業っていうのはね、なんですかね、もう一寸先は闇じゃないですけどね、ふと思い返せばね、ちょうど1ヶ月ぐらい前ですからもね、約1ヶ月ぐらい前は9月の半ばぐらいですかね、9月の半ばぐらいはですね、僕10月のスケジュールはほとんど入ってなかったですからね、
ね、でどうすかなっつって考えてね、まあ、最悪アルバイトしに行かなあかんなっていうふうに思ってたのがちょうど1ヶ月ぐらい前なんですけど、ね、うん、でもね、まあ、蓋開けてみたらね、こう9月の終わりぐらいからね、ドドドッとね、こう熟成さんとかね、まあ、新しい 熟成さんとかね、申し込みされましてね、うん、でまあ、幸いね、お忙しい時間をね過ごさせていただくっていう形になったんですけどね、うん、で昨日もね、2件ほどねまたパッパパッと、お問い合わせいただきましてね、うん、またこれ日照2級ですかね、昨日の方は1人ね、うん、来年の2月日照募金2級ね、何が何でも受かりたいんでよろしくお願いしますっつってね、そういった、お申し込みですね、うん、ありましたね、うん、だからその方はリピーターなんですよね、うん、もう約10年ぐらい前ですかね、うちの塾に通ってた方なんでね、3級一発で取った方なんですよね、うん、でその方がね、今度は2級ということでね、いらっしゃいました、ね、うん、まあ、もう一人の、ね、方はね、まあ、申し込みっていうか、なんつうのかな、まあ、ファンレターみたいな感じで書いてくれた女性なんですけどね、うん、そう、なんかね、僕のね、動画じゃねえや、ブログかな、ホームページか、ホームページをね、発見してね、3級勉強してて、ちょっと煮詰まっちゃったから、簿記塾っつってね、検索して探してましたら、ね、サムライ塾のホームページが出てきました、で衝撃でした、みたいなね、感じですごく勉強になりました、みたいなね、ブログの僕、プロフィール2万字書いてるんですけど、ね、原稿用紙にすると、400字詰めの原稿用紙にすると50枚、大学の卒論ですかね、ぐらいの分量のね、僕プロフィール10年前に書いたんですよ、ね、でブログに今ももちろん載ってるんですけどね、ざーっとね、これ誰が読むんだみたいな、ね、感じの長さなんですけど、ね、僕のでこう生まれた時からね、38歳ぐらいかな、うん、までのね、こうずっと一連の、まあ、人生のね、まあ、ところどころのエピソードがいっぱいあるんですけど、そのエピソードを書いたね、プロフィールがあるんですよ、僕のブログにね、プロフィールってあるじゃないですか、アメブロのね、プロフィール欄に書いたんですよ、それをどうやら読まれたらしくてね、うん、これ衝撃受けましたっつってね、で読み終わった後に、読み終わる頃に後藤先生ファンになりましたっつってね、そういったこうファンレターみたいなね、メールを昨日いただいたんですけど、一件ね、うん、ね、僕らの筆下ろしの話も書いたんですよ、実はその プロフィールの方にね、まあ、俺も忘れとったっていう話なんですけど、ね、ああそうだったみたいな、25年前の話ですからもうね、うん、という話とかね、もうなんか勉強になりましたみたいな感じで言ってくれてね、俺の筆下ろしの話が勉強なのかみたいなそんな感じでね、うん、ちょっと僕が衝撃受けちゃったんですけどね、昨日はね、そのメール見てね、うん、ということでね、何の話なんだっけな、そう、あ、自分と対話ね、そうそうそう、で、それをね、こうやってるんですけど今ね、うん、でそうですね、最近ね、どうだろう、ちょっとライブ配信とかはもうほとんどやってなくてね、もう1週間ぐらいやってないですよね、10日ぐらいやってないかな、うん、でもうずっと仕事なんですよ、基本的にね、ずっと仕事で、で、あとね、大体夜やってましたけど、夜はね、ちょっと MMT とかね、消費税廃止とか、ね、あとは僕のね、教材、ね、ちょっと建設業、経理士2級ね、の教材であったり、今度、日照簿記2級講座が始まりますからね、うん、それのちょっと予習研究であったりですね、ちょっとまあ1級はね、今ないんですけど、うん。10月の頭ぐらいかな、10月の頭ぐらいの堀口さんの一級講座ありましたから、それの予習研究がかなり時間ね使ってやってましたけど、でそれが今のところなくなったんでね、うん、1級生今のところいないんで、うん、ちょっと時間が少し余りましたからね、うん、それを2級ね、3級の方の、ね、振り返ってるみたいな、ね、そんな感じですかね、今はね、うん、そうで建設業2級のね、建設業経理士2級のね、講座なんかもね、12月ぐらいからちょっとまたやろうと思いますからね、それにあたっての、まあ、ちょっと教材制作とかね、うん、をしておこうかなって思いましてね、ちょっとその予習研究も、まあ、ぼちぼちと、うん、スタートしましたし、ね、あとね、ちょっといろいろなね、MMT とか、そういったものもね、ちょっと、インプットしたいなというのはありますからね、そういうのをやってみたりとかね、うん、まあ、ちょっといろいろね、自分なりの、うん、仕事をね、ちょっと取り掛かってる最中なんで、ね、なかなかね、ちょっとリクエスト動画とかね、前やってましたけどね、もうちょっと今なかなか、ほとんどいない状態に、ね、なっちゃいましたけどね、うん、
でもやっぱあの11月に本試験ありますからね、うん、その本試験前にね、当たって、僕の動画のチャンネル登録者ですか、結構増えてきましたね、ありがたいことにね、うん、昨日も4人ぐらいボボボッと一気に増えましたね、今840人ぐらいですかね、うん、まあ、目標1000人で、頑張って、やってるんですけど、ちょっと新しい動画がね、上がってない状態で、前の上げた動画だけでね、チャンネル登録者が、ね、来てくれてるということはね、うん、まあ、前に撮った動画をね、いろいろ見て、まあ、連結が多いんですかね、多分ね、うん、連結の、動画シリーズですかね、それを見て多分チャンネル登録をしてくれる方がね、アクセス解析見ると、まあ、多いかなっていうちょっとイメージがあるんですけど、想定がね、あるんですけど、そんな感じで多分ね、今増えてるのかなって思いますね。うん、はい。ということでね、今日は3連休の半ばということでね、九時浜へ海岸に来てですね、ちょっと海を見ながら、ちょっと天気悪いんですけど、まあ、海を見ながらね、送って、ね、で漫画ですね、今ね、読んでましたね。こういった漫画ね、ルローニケンシン。好きなんですよ、僕ね。新しいやつね。斎藤はじめっていうね、キャラクターが一番好きでね。悪徳残ね。うん。かっこいいなと思ってね。20年以上前になりますかね、もうね。うん。大学生の時ですけどね。部屋に貼って、ね。斎藤はじめがね、薄いをね、やっつけた時の、ね。己の信念をね、貫けなかった男なの。生きてても死んでても惨めなものだっていう政治風があるんですけどね、かっけえなと思って、そうね、部屋に貼ってましたね、うん、そんな感じでルローニケンシンが、好きでね、今も新しいね本が出てきたら読むという感じでねいるんですけどね、うん、あとはね、最新刊で昨日借りてきたんですけどね、このね島耕作の会長編の最新刊とかですね、あとはタフですね。タフの最新刊ですね。竜を継ぐ男と、こういったね、ちょっと漫画も見ながらね、ボケーっとするというですね、時間も僕の中では自分との対話ですね。うん、結構ね、漫画に出てくるセリフなんかはね、なんだ、人生哲学というか、人生のね、ベースというか、そういったものにこう響くときあるんですよね、うん、だから漫画はね決してね、まあ、もちろん娯楽のために読んでますけどね、うん、でも決して娯楽だけじゃない、ね、すごくいいね、きっかけになるというね、ものでね僕は漫画を読んでますね、うん、もちろんね笑いたいとか楽しみたいとかねいうのが一番の目的ですけどね、漫画を通じてね、自分との対話ができますからね、そういった漫画をね、ちょっと読みますね。はい、あともう一つね、さっき、ああと思って買ってきたのこれですね。こちら、雑誌ですけどね。山本太郎現象つってね。この本がコンビニなんですけど、売ってましてね。思わずこう、手に取ってね。買っちゃいましたね。うん、まだちょっと読んでないですけど、ね、うん、もう表紙だけで買ってしまったんですよね。うん、やっぱこうオリエンタルラジオのね中田さんが言ってましたけどね、こう顔ね顔映すとインパクトがあるっつってね、うん、だからなんだっけ、なんかのジャケットかなんかで、自分でね、顔写真のやつ自分でデジカメで撮ったやつを写した時ありますみたいな感じで言ってた動画がどっかであるんですけど、ちょっと どの動画だったかちょっと忘れちゃいましたけどね、うん、そんな感じで、ちょっと今回もねこれ表紙だけ見てね、あ、これはつってね、ちょっと思わず買ってしまいましたね。うん、ちょっとまた読むのが、インタビュー記事がね、一番興味あったんでね、あとでじっくりと、ね、いうふうに読もうというふうに思うんですけどね。うん、令和新選組。ね、うん。こういうね、若者に受けるっていうね、ことで、特集をね、組まれたやつなんですけどね。うん、どうなんでしょうね。まあ、もちろんね、僕と山本太郎さんは全然もうキャラも違うしね、得意とするところも多分全然違いますからあれですけど、まあ、僕なんかはね、こうやって簿記の、ライブ配信、まあちょっとライブ配信はほとんどやってませんけど、ライブ配信やってた時なんかはね、うん、まあ、僕と同年代の人もね、もちろんいっぱいこう見てくれてましたけど、いっぱいですかね、
あれね、率ですよね、率。僕の視聴者の率ですよね。うん、が、ね、僕と同じぐらいの年代の方が多かったということですけど、結構ね、若者なんかもね、なんかね、こう見てくれたりしてましたね。あの会計士受けてるんですとかね、いうコメント欄に出てきましたね。結構多かったですね。だからこう、なんだ、昨日のね、そのさっき言ったメール、ね、ファンレターですみたいな感じで買ってくれた方のね、メールなんかも見てもね、なんかね、僕のことをね、なんでこう、そんなにね、こうファンレターっつって出してくれたのかなっつって思ったらですね、なんかね、努力家と情熱的っていったところがね、なんかいいみたいですね、僕のね。努力家もそうなのかなと思っちゃうんですけど、まあ俺は俺でやりたいことやっただけなんでね、ただ、まあ情熱っていうかね、こう強くね、思って、でそれを伝えたいとかね、いう気持ちは確かに強いですね。だから、簿記なんかはそうですね。自分ができなかったんでね、むっちゃできなかったんで、この論点、こういうふうに考えるとできるようになるよっていうね、それを伝えたいと。ね。このジュースうまいよと。このジュースうまい。うまかった、飲んでみ、みたいなね。そんなのが情熱というならば、ね。それはちょっと強いかもわかんないですね、僕はね。で、これ伝えたいってね、例えば MFT 勉強してね、消費税廃止につながるためのですね、投票の判断け、基準として、ね、MMT を分かりやすく伝えて、消費税廃止論ですね、インボイスとか、分かりやすく伝えてね、で、動画見てる人にとってですね、消費税廃止した方がいいんだというのを論理的にですね、理論的に考えることができ、そして自分の頭で考えることができ、そして一票投じることができるっていうね、そういったこうきっかけ作りですよね、それに対してはむっちゃ情熱持って今やってますけど、それが情熱とするならばですね、確かにそうかなと。で、なおかつですね、僕の場合はね、それを伝えたいと。ね、MMT を伝えたい。インボイス、中止を伝えたいって言った時ですね、確かに努力します。ね、まあ、本読んだりね、いろんな人の動画見たりとか、自分なりに努力をします。勉強します、要は。で、それで、動画をね、アップしたりとかしますからね。それはでも努力って別に自分は思ってないんですけどね。それを伝えたい、伝えたいと。思ってね、自分が勝手にやってる行動ですからね、別に誰にお金もらってるわけでもなくね、自分勝手にやりたいと思って、上げてますからね、動画とかね。それは肌から見たら努力に見えるでしょうかね。でも僕の中では、まあ、ほぼ努力というふうに全く思ってないですね。ただただ自分が伝えたいと、ね、消費税廃止を伝えたい、インボイス通知を伝えたい、そのための、MMT 勉強したいと、消費税のね、税理士の本買ってきて勉強するみたいな、そんな感じですよね。それが努力と映るんですかね。ちょっとわかんないですけど。ということでね、そういったものがね、特にこれからももちろん続けておこうかなというふうには思ってますけどね。はい、ということでね、ぼちぼち20分ぐらいになりますかね、お話ししてね。はい、相変わらずね、このシリーズに限らずね、このライブみたいなね、まあ、これは録画なんですけど、ライブ、もしくは録画の時ですね、こう何も考えずにポンとボタンを押して、ね、で、出たとこ勝負でね、喋っていくみたいな、それでやってますけどね、だから何にも考えてませんからね、喋る内容はね、もうポーンと押してから、自分のね、頭にこう入ってる引き出しですかね、それを引っ張り出してきてね、で、喋るみたいなね、そんな感じでずっと、1時間も2時間も3時間も4時間も喋っちゃうんですけど、そういう形でね、ちょっとこの動画シリーズは届おりますけどね、でもだからこそね、僕の素のところがね、多分出てきてね、まあ良くも悪くもね、こういったキャラですから、こういった性格ですから、ね、それをね、出して、で、それを見たり、まあ、ブログを読んだりしてね、で、こう、なんつうのかな、ファンというかね、なんか僕と相性が良さそうだなっていう方はね、来ていただけるみたいなね、そんな感じで、SNS は僕は使ってますけどね、というところでね、喋っております、ね、はい、したがってね、こんな感じでね、適当に喋ってますけど、それでもね、まあ、いいなというふうに、ね、思った方はですね、またチャンネル登録とかね、していただいたとかですね、で、ちょっとタイミング合えばね、ライブとかやってる時があればね、またコメント欄とかに打っていただけると嬉しいかなというふうに思います。はい。ではね、今日はこんな感じで終わりしましょう。はい。じゃあ、失礼します。